ドール・エレメンツは2011年から2017年まで活動した日本の5人組女性アイドルグループ、ドリーム・ミュージック・アーティスト・マネージメント所属。アイドルグループアイオトメドールの3期研究生ユニットとして結成された。レーベルはドリーム・ザク、通称ドル・エレ。2017年1月14日をもって解散した。アイドルグループアイオトメドールの三期研究生として、 結成された。ただし、マナ乙女ドール名義での活動はライブで、アンダーとして数回出演したことがあるだけで、活動実績はない。全員で、ドール・エレメンツという姉妹グループを結成し、活動している。結成当初は主に、マナ乙女ドールのオリジナル曲を中心にライブを行っていたが、2012年後半からは、オリジナル曲を含めたセットリストになっている。 2013年7月3日にドリーミュージックよりメジャーデビュー。埼玉スーパーアリーナでのライブ開催を目標にしていた。タメキンは2012年8月9日をもってドールエレメンツを脱退し、綾森は2013年12月17日をもって卒業した。2013年11月10日に小森幸のが加入。2014年1月18日に 小泉遥香が加入した。2017年1月14日、ゼップ東京でのライブを最後に解散。現在は、ジュエル・シエルが、彼女たちの曲を歌うことがある。レギュラー番組ゲスト出演タイアップレギュラー番組ゲスト出演。ありがとうございます。